1970年代から80年代の伝説のアイドル歌手、高田瑞枝さん。なぜ彼女がそう呼ばれたのかや、耳を疑うある言葉の真相が気になって調べてみました。高田瑞枝さん、1960年6月23日生まれの現在61歳。鹿児島県で生まれて、両親と兄との4人家族で、幼い頃から歌手になると決めていた高田さん。中学からずっと一日も休まずに新聞配達をして、上京のための費用を貯めながら、地元でトレーニングを受けて力をつけます。両親は歌手になるのを決して許しませんでしたが、思い切って上京して、オーディション番組の君こそスターだで、見事に第18代グランドチャンピオンとなって、歌手への扉を自らこじ開けたのです。同期の榊原郁恵さんと清水由紀子さんとは、フレッシュ3人娘と呼ばれて、身長153センチの小柄な高田さんは、よく通る芯の強さを感じる声と、アイドル離れした歌唱力で、デビュー曲、ガラス坂でたちまち大ブレイク。その後もヒット曲を連発して、数々の新人賞を受賞。NHK 紅白歌合戦に初出場し、その後、9年間の歌手生活で7度の出場を果たします。高田さんの歌唱力の凄さを証明したのが、有名なサザンのカバー曲の、私はピアノとそんなヒロシに騙されて、これで日本レコード大賞の金賞を、なんと2度も受賞しています。それだけでなく、8時だよ全員集合やトリフ大爆笑などのコントでの吹っ切れた演技で、お茶の間の人気者となった高田さん。しかし、人気絶頂の25歳の時、28歳の若島津関と結婚して、芸能界をきっぱりと引退。一方、夫となった若島津関は、南海の黒豹と呼ばれた人気力士で、昭和の名横綱の千代の富士と北の海が、バリバリの頃の大関でした。二度の幕内優勝と綱取りに挑戦したほどの名力士。全く違う世界の二人のスターの出会いは、もともと高田さんの大ファンの若島津関は、あるスポーツ紙で高田さんと対談したとき、同じ鹿児島県出身ということで意気投合。1年後の再会の時、こう言ったのです。今度の大一番に勝ったら、デートしてくれますか？緊張したでしょうね。そして、見事勝利して交際がスタート。どちらの世界も自由恋愛がままならない時代でしたが、そんな2人の背中を押したのが、昭和の歌姫の山口百恵さんの言葉でした。ずっと可愛がってきた高田さんに、障害が多いけど時間をかけて、理解してもらうしかないと助言したそうです。その言葉通り、二人は3年かけて師匠の二子山親方を説得。婚約と同時に芸能界引退を宣言したのも、百恵さんを見習ってのものでした。1987年に若島津関が現役引退した後は、松金部屋、現二所ノ関部屋の女将として、部屋を切り盛りした高田さん。相撲のことも一切知りませんでしたが、そこには人気芸能人の姿は微塵もなく、弟子ファーストをモットーに、部屋のために徹底的に裏方に徹したそうです。歌も封印していた高田さん。国技館で優勝する子が出たら、歌わせてもらいたい。それまでは歌わないと心に決めていたそうです。なぜかというと、部屋を応援してくれる方々へ、お礼の意味を込めて歌うことこそ、自分にできる唯一の恩返しだと思ったからだとか。しかし、高田さんが初めてマイクを持ったとき、実はそうではなかったそうです。部屋は今までにない成績不振、怪我人も多くてどん底で、そんな辛いときに、一生懸命にパーティーを盛り上げる弟子たちの姿に、胸を打たれたからだったそうです。ちなみに、その時の曲は夫婦坂でした。しんみりと聞き入っていた親方の目からは、
一筋の涙がこぼれ落ちていたそうです。多分同じ気持ちで弟子たちを見ていたんでしょう。弟子たちにクリスマスには一人ずつにプレゼントや、成人式には赤飯という具合に、まさに母親のように支えた高田さん。弟子たちの自慢のおかみに違いないですね。喜怒哀楽があふれる32年間というもの。見事におかみ道を全うした高田さんですが、2017年10月にまさかの大事件が起こります。二所ノ関親方が部屋の近くの路上で自転車に乗ったまま転倒し、頭部を強打し、泥まみれで倒れていたのを発見されたのです。親方はサウナからの帰りだったようで、ヒートショックの疑いもあり緊急搬送され、数時間に及ぶ開頭手術が施されますが、脳挫傷で意識不明の重体となり、一時は命の危険さえありましたが、なんとか一命を取り留めた二所ノ関親方。懸命のリハビリの結果、奇跡的に回復。翌年の夏には公に元気な姿を見せています。いつも病床で寄り添っていた高田さんの必死の思いが届いたのかもしれません。まだ万全でない親方に寄り添って、それでも懸命に女将業をこなしてきた姿は、まさに女将の鏡。そんな時、新たな事件が持ち上がります。以前から実家の家族の情報がほぼない高田さん。分かっているのは、父親はすでに他界しており、母親は鹿児島で一人で暮らしているということぐらい。今回のトラブルはお兄さんが原因だったといいます。2018年に高田さんのお兄さんがフィリピンのリゾートカジノへの投資の名目で、リゾート施設関連会社の男性から600万円を借り、未返済だというではありませんか。その際、取材された高田さんは、兄とはもう何年も会っていないんです。私も今の状況で精一杯で、私では分かりかねるというところでして、連絡先も知りません。兄とは連絡を断ちたいのです。本当に申し訳ないです。ごめんなさい。思いもよらない高田さんの返答に、肉親なのになぜという意見もあったようですが、お兄さんは以前からトラブルメーカーで、そう言わざるを得なかったのかもしれませんね。現在の親方は現役時代よりもよりほっそりしたように見えますが、2021年12月に17代荒磯となり、定年後は参与として70歳まで再雇用されるようです。余談ですが、驚いたのはその年収、なんと約1300万円ほどだと言われます。日本相撲協会副理事をはじめ、要職を歴任した経験を生かして、これからも頑張ってほしいものです。188センチの長身で無口な薩摩隼人と、153センチの小柄な薩摩王女の2人には息子さんと娘さんがいて、1986年生まれの長男の日高勝信さんは身長は185センチのイケメンで、高校卒業後にイギリスへ留学し、帰国後俳優になり、2011年にテレビドラマで俳優デビューを果たしましたが、現在は俳優を辞めて小学生向け通信教育会社のリスジャパンで販売全般のマネジメントで頑張ってるそうです。長女の日高愛理さんは1989年生まれで、身長は162センチ、ファッション雑誌エッジスタイルで愛理としてレギュラーモデルを務め、女優を目指して舞台やテレビでも活動しています。 YouTube チャンネルで家族のこともよく話していますね。2015年のこと、 NHK 思い出のメロディーで31年ぶりに一夜限りで歌声を披露した高田さん。久しぶりにテレビに出演した理由は、芸能界で活動していた母親の姿を知らない娘にプロとして舞台での母親の姿を見せることで娘に刺激を与えたいと思ったからだそうです。高田さんらしいですね。ちなみに勝信さんは2019年10月に
愛理さんは2021年10月にそれぞれ結婚しています。おそらくは父親の回復を待ってのことでしょう。家族4人の幸せそうな姿はそれだけで胸が熱くなるものがあります。わずか8年で華やかな芸能界から180度真逆の各界の女将に転身した高田瑞恵さん。現在歌手現役中にリリースされた全音源が一挙配信されているそうです。いつかまたその歌声を聞かせてほしいですね。それではまた次回お会いしましょう。